プレミストタワー総クルワは、富山県富山市総クルワに、富山市総クルワ山頂目地区第一種市街、再開発事業によって建てられたタワーマンション複合施設である。愛称は、ワクルソ川富山市総クルワの西部百貨店富山店の跡地に建設された複合施設である。建物の高さは東屋を含めて85.6メートルで、富山県内ではタワー111、 新海、アーバンシティセントラルに次いで3番目に高い超高層、建築物である。周囲には、商店街やソークルはフェリオなどの施設が広がる。1から4階は、商業施設になる予定で、5階は、オフィスビルが入居しており、リベラゲーミングオペレーションズ、富山支社が入居している。6階から23階がマンションとなっている。商業施設は、 当初2019年秋の開業を予定していたが、同時期に、県内で大型商業施設の増床リニューアルが相次いだことで、テナント調整が難航したため開業が遅れ、2020年3月9日に1階に、初のテナント、富山ソークルは郵便局が入居する。また、食品販売などの1階フロアは2020年夏に、 開業したが、2から4回の開業時期は未定となっていた。2020年3月19日、商業エリアの名称を、ソガワベースに決めたと発表。また、7月上旬に開業予定の1階のフードフロアのコンセプトが、総曲輪食倉庫に決まったことも発表された。2020年7月17日、ソガワベース1階フロアが11店舗の体制で、プレオープンした。 10月1日にグランドオープン。ありがとうございます。